女性の踊り男性の踊りシャラホのオルーズに、ハンチョバニを踊るジャンギ数多くのアゼルバイジャンの舞踊は、アゼルバイジャン及びアーザルバーイジャーンのアゼルバイジャン人により踊られている。アゼルバイジャンの国を代表する踊りはその国民の特徴を示している。早いテンポは、他地域の踊りとは大きく異なり、国民的な便称さを物語っている。また、アゼルバイジャンの国を代表する衣服は、 その踊りの場面の中でよく保存されている。ノールーズは最も古くからある大切な新年と春の祝祭日で3月21日か22日の春分の日の時期に東はタジキスタン、西はトルコ国内のクルド人の在住地域のあたりまで広く祝われている。ノールーズは自然再生と法上の象徴として古くから祝われてきた。アゼルバイジャンのノールーズは 家庭で祝う。その休日の前の夕方には、家族全員がそのために用意したテーブルに集まり、そこには、信念を豊かにするために、様々な料理を用意する。休日は数日間続き、お祝いのための公の場での踊りや民族音楽の、いろいろなエンターテインメント、全国的なスポーツ大会で終わる。農村部では、農作業を休むこととしている。ありがとうございます。